にちは、ちさきチャンネルのちさきでーす。今日はですね、ケンタッキーの新商品を食べていきたいと思います。今回はリクエストをめちゃめちゃいただいておりましたスイートポテトパイ230円と、新商品じゃないんですけどチキンフィレサンド、個人的に食べたかったので買ってきました。あとケンタッキー全く関係ないんですけどレッドブルの新商品をもらったので、これも飲んでいきたいと思います。はい、ということで早速いただきます。チキンフィレサンド開けてみるとこんな感じです。いただきます。ケンタッキーのサンド食べたことない人って意外といると思うんだけど、マジで美味しいから、マジでびっくりするから、食べたことない人は食べてみてください。うん、味はね、骨なしケンタッキーにレタスにマヨネーズって感じですごいシンプルなんだけど、パンがね特にめちゃめちゃ美味しい。うん、チキンフィレがまだ熱々ですね。うん、レッドブル、これはねスイカフレーバーらしい。いただきます。うん、めちゃめちゃ美味しい。めちゃめちゃスイカ味だわ。エナジードリンク系の味が苦手って人はすごいいいと思う。うん、スイカジュースって感じ。スイートポテトパイいただきます。うん、噛んだ瞬間お芋の香りがすごかった。中にとっても滑らかなスイートポテトペーストが入ってます。うん、食べかけダメな人見ないでくださいね。こんな感じで中にスイートポテトが入ってる。意外と甘さ控えめですね。うん、うん、お芋系のスイーツはいつ何時も間違いないですね。でもね、写真的にはこのパイの生地が結構紫だったのよ。でも実際は茶色に近い紫ですね。中は紫。うん、さつまいもをそのまま食べてるような感覚に陥りますね。このさつまいもとスイカが合うんですね。合わないと思うじゃん。合うのよ。うん、これならうちのおばあちゃんも好きそうですね。そういえば皆さんは流行りのイカゲーム見ましたか？うん、ちょっと前からネトフリのランキングずっと1位だったから気になって見たんだけど、面白かった。ちょっと黒いのがダメな人はね厳しいかもしれないけど、日本の映画で言ったらカイジとか好きな人は好きだと思う。うちね、ホラーが本
当にダメで。でもホラーって言っても日本のホラーみたいな幽霊系がダメなんですよ。でもグロいのは意外と大丈夫で、だけどグサっていく瞬間とか痛々しいのはガッてもう全身に力が入りますね。イカゲームは結構お金かかってて、しかも韓国ドラマなのかなにしては短めっていうか簡潔で見やすかったので、気になる方は見てみてください。こういう新商品系の動画は朝に撮ることが多いんだけど、今日も今朝なんだけど、朝撮って夜に出す動画って編集してる間めちゃめちゃ眠いんですよ。早起きプラス満腹でめちゃめちゃ眠くなるからさ、レッドブルをチャージすることでなんとか頑張れそうですね。うん、すごいよ。いつも睡魔との戦い、眠すぎて二重が見えになるもん。うちはね、モンスターよりレッドブル派です。はい。これはね、今日が10月6日だから10月いっぱいはね売ってるんじゃないかなと思うんですけど、数量限定で売り切れちゃうかもしれないから、食べたい人は早めに食べた方がいいかもしれない。うん、マックの三角チョコパイももうそろそろですね。最後の一口いただきます。ごちそうさまでした。はい、ということでケンタッキーの新商品を食べていったんですけども、スイートポテトパイ本当に美味しかったので、気になった方はぜひぜひ食べてみてください。ということで、この動画が少しでも面白いと思っていただけたら、グッドボタンとチャンネル登録とインスタグラムのフォローもお願いします。せーの、バイバーイ。でも大